こんにちは、オーメンズイレブンです。今回は静岡県にある伊豆極楽園に行ってきました。館内は動画撮影禁止ということもあり、写真での紹介になりますが、雰囲気が少しでも皆様に伝わると幸いです。それではご覧ください。地獄極楽巡り、なんとも惹かれる歌い文句と建物の外観。穏やかな表情の鬼が出迎えてくれる。まずは建物の周りを歩いてみる。この B 級スポット特有の雰囲気、たまらないぜ。そして入館する際にまさかの動画撮影禁止に気づく。館内の入り口には著名人のサインがぎっしり。メディアでも多数取り上げられている様子。入館してすぐに死後の世界の講義を5分ほど受け、いよいよ地獄極楽巡りの開始だ。展示物も手作り感があり、その発想に感心するばかりだ。人間界での自分の姿、なんとも醜い姿だ。階段を上がっていくと、そこには三途の川が。亡くなった人があの世へ行く途中に渡るというかは、こんな世界が待っているのか、行きたくないぜ。続いて賽の河原。親よりも先に旅立つと賽の河原へ行き、石積みをしなければならない。草津にある賽の河原公園でよく見かける光景だ。その後はよくわからないのが続き、少し歩き続けると閻魔様がいた。街で有名人に出会う気分だ。しかし、そんな閻魔様よりも気になるものがそこにはあった。懺悔帳だ。全部読んでいきたいところだが、時間もあまりなく、プライバシーに関わることもあり、断念。ちなみにこちらの伊豆極楽園は家族で経営されており、人形やジオラマに関しては手作りだそうだ。すごすぎるだろう。地獄界、ところどころに設置されているエアコンが、鬼の目にも涙があることを実感させてくれる。すごい迫力だ。ドッカンバトルの LR 悟空ブラック並みに強そうだ。空気が一変した。先ほどは人間界での自分の姿を確認したが、地獄界での私の姿はどうなっているのだろうか。目が大きくなり、むしろ情報修正された。その後、目を塞ぎたくなるような恐ろしい光景が続き、審判の時がやってきた。私の行き先は果たして。極楽行きだ。よかった。地獄破り完了後、鬼が満面の笑みで私を見送ってくれた。極楽浄土に行くためには阿弥陀様の体内を通っていくらしい。地獄とは違い、神々しい世界だ。光が見えてきた。極楽浄土に着いた。これが極楽の世界か。至れり尽くせりじゃないか。さて、そろそろ現実の世界に帰らねば。極楽浄土から後ろに振り返ると、そこには現実の世界が待っていた。再び入り口へと戻ってきた。実はこちらの建物は地獄極楽巡りだけではない。観光地には欠かせない下ネタ満載の秘宝店もある。しかしこちらは完全に撮影 NG だった。では最後に気になるトイレを見に行ってみよう。地獄極楽園、いかがでしたでしょうか。ぜひ一度直接足を運んでみてください。空が綺麗だ。